はい、今ね、テスターをね、ホームセンターで買いたいので、それまでちょっとね、ホームセンターが開くまであとね、30分ぐらい時間あるんですよね。なんでちょっと、北海道といえばなんかセイコーマートに寄れっつってね、お二人からね、連絡がありましてね、セイコマっていうんですか、ちょっとやってみました。で、まあ、一人はね、やっさんからね、連絡あったんですけど、このソフトカツゲンっていうのをね、これ、脳名って言われたんで、ちょっと買ってみました。はい。で、あとはね、100円パスタっていうのがあるから、それを食ったらいいよと。まあ、朝飯まだなんでね、カルボナーラを買ってみました。はい。でね、僕は言いたい。安室くん、俺はね、レースをしに来てるわけ、来てるわけをちょっと感じちゃったけどね。別にね、北海道楽しもうとかね、ちょっとね、ちょっと違うわって思ってたんだけどね、でも普通に旅っぽくてなんかちょっと楽しくなっちゃう楽しくなっちゃってね、本当ありがとうございます。なんか本当に旅ですね、これは。うん、まあ、ちょっと一人っていうのはね、ちょっと悲しいですけどね、寂しい感じありますけど、楽しい、なんかこれちょっと楽しいわなんかちょっと楽しい。うん、みんなこうちょっと教えてくださって、もう何も下火調べもせず、まあ、南幌南幌だか分かんないですけど、サーキットの YouTube しかね見てないんで、北海道の下調べとかねもう一切しないんで、俺はレースしに来てんだぐらいの感じで何も分かんないですよ。ちょっと教えてくださって本当感謝です。ありがとうございます。また何かあったら連絡ください。はい、じゃあそんな感じで、ホームセンター開くまで待ちたいと思います。はい、じゃあそんな感じで、バイバイ。